ベビー、ラブミーは、ジェムの4枚目のシングル。2015年9月30日にアイドルストリートから発売された。CD ブルーレイ版、イベント会場、ミューモショップ限定版、イベント会場、ミューモショップ限定商品の3種12形態で発売。前作までは CD ブルーレイ版に初回特典として握手会イベント参加券が封入されていたが、 本作では封入されなかった。また、前作に引き続き、ミュージックカードが発売されたが、伊藤智作美バージョンは発売されなかった。音楽配信は、iTunes Store、レコチョク、モーラ等のデジタルダウンロード、Apple Music、レコチョクベスト、アワ、LINE Music 等のサブスクリプション型サービスとも2015年9月30日に配信された。ベビー、ラブミーは、 同年7月12日に新規バスタジオコーストで行われたガールズストリートエキスポ2015で初披露された。ラジオでは同年7月16日に FM 富士のガールズガールズガールズイコールレッドゾーンイコールジェムカラットで初応援された。ザブランニューガールはメジャーデビュー前の2013年8月30日にツインバックス秋葉原で行われた8月限定定期。 公演、ジェムライブミクスチャー2013で、初披露されていて、今回初音源化される。ラジオでは2015年9月10日に FM 富士の、ガールズガールズガールズ、イコールレッドゾーンイコールジェムカラットで、初応援された。ライブではエンディングが、カットアウトだったが、今回はエンディングが、フェードアウトで終わるバージョンが収録されている。伊藤が、不在の間、残る9人で、 ジェムは活動を継続した。2015年6月28日に赤坂ブリッツで行われたジェムライブミクスチャー2015セカンドアニバーサリーを成功させたジェムだったが、同年7月6日に公式サイト上で伊藤智作美がしばらくの間活動を休止すると発表があり、以降のライブイベント等は残る9人のメンバーで行うことになった。本作品もこの影響を受けている。 まず、前述の通りーと智作ビバージョンのミュージックカードは発売されなかった。また、メガボルトには伊藤は参加していない。さらに、CD ブルーレイ版、イベント会場、ミューモショップ限定版、イベント会場、ミューモショップ限定商品の集合バージョンではジャケットにメンバーの顔が一切映っていない。この理由について、メンバーの村将来渚は、 ジャケットを絵にした理由もミュージックカードの集合をエンジンの写真にした理由もちゃんとした理由があるのです。9人の形を残さず帰って来やすいように帰って来れるようにジェムは10人やから10人でジェムやからと語っている。伊藤が活動休止中ジェムはイベントや夏フェスさらにアイドルストリート5周年記念日本列島縦断の 旅歩み続ける少女たちにも参加していたため、本作品のリリース記念イベントは、リリース週の法廷イベントまで行われなかった。伊藤不在のまま同年9月29日から法廷イベントが行われる。そして、同年9月30日の法廷イベント終了後、公式サイト上で伊藤の活動再開が発表される。同年10月3日、ララポート柏の葉で行われた、ニューシングル。 ベビー、ラブミー、ミニライブ握手会で、伊藤は約3ヶ月ぶりに公式の場に復帰。ジェムは10人で活動を続けることになった。CD ベビー、ラブミー、ザブランニューガールブルーレイベビー、ラブミー、ミュージックビデオベビー、ラブミー、ミュージックビデオメイキングベビー、ラブミー、ザブランニューガールベビー、ラブミー、インストゥルメンタルザブランニューガールインストゥルメンタル、ほか各イベントにおいて、 CD ミュージックカード予約購入者対象の握手会も開催された。ありがとうございます。